どこがやっぱり良かった？お、大阪。大阪はね、一回優勝してるし、で、一回優勝決定戦も出てるしね。一回優勝決定戦も出てるけどさ、それもさ、しょうもない相手にさ、負けるわけよ。朝乃若とかさ、絶対負けないと思ったら、嫌い方とか絶対負けないと思って前半戦やられてさ、で、最後、12勝3敗で、優勝決定戦だったんだけど、その時、貴ノ浪と、俺と、あけぼのね。それ、もう一杯するときにさ、粥に負けるときにさ、大鵬方がさ、飯食いに行こうって言ったんだよね。俺、大鵬方にさ、もう飯はいいっすよって言ったら、こういうときこそ飯食うんだよとかって言って、無理やり寿司食いに連れてって行かれたんだよね。で、ちょっとやつはさ、ちょっと匂うなと思ってたんだけど、いや、これ食ったらなんか腹痛くなりそうだなと思ったのね。で、それ、いいんだよとか言って、相撲取りはそんな少々の食っても腹痛くなんないんだとか言い出してさ、ほんで、腹痛くなったら、せいろが20個ぐらい飲んだら治るんだよとか言ってさ、20個飲めば治るとか言って、食べた案の定さ、腹痛くなって、でも、尊敬はできないわけよ。出ちゃった。もうそれもこの相撲人生の中での悔いは残るよね。で、海洋にフィッてスッて持っていかれてさ、それも海洋だった。それも海洋で、こう体を清めようって滝にずっと打たれてたの。だと思ったよ。火花飛んできて、わあ、雷落ちたとか言ってな。武勇伝だけで、まあ半年や1年話せるだろうね。まあでも九州結構ほら、応援してる人もすごい谷町多かったから、なんかその土俵とかそういうせいじゃないかもね。 そっちからってかもね。そうでもないと。ほんで、ほんでもうあんまりにも巻き込むから、やっぱ神頼みだと思って、で、相撲終わってさ、そしたら高菜那とか若菜那のマネージャーやってたよ、金子っていうのがいたのよ。自分知らないけど、辞めた後にね。で、金子に運転させたりして、自分が運転したりして、ほんで、こう、九州高野山っていうのがあって、そこでさ、冬寒いのにさ、ずっとそれじゃあ1日から、こう、体を清めようって言って、滝にずっと打たれてたの。ずっと、滝に。で、怖いっす、怖いっすとか言ってさ、山の上の誰もいないとこで、夜の12時ぐらいに、滝打たれて、それで行って帰ってきてさ、だから4日連続滝打たれたら、だから4連勝して、その時も調子よくて、調子いいなと思って行ってたら、滝打たれてて、で、滝打たれた瞬間に風邪ひいてさ、だと思ったよ。そうそう、思った。あと、まあ、お寺行ったら、やっぱりこうお寺でね、夏にちゃんこ作ると、その寝る時の温度は何度だと思う？温度計見たら。寝てる時の温度計が。普通で20度いいとこだから30超えちゃうんですか？いやいや、何言ってる？45度だよ。45度で寝てんだ、みんな。もう死にそうなんだから。本当に死にそうだよね。ほんでもう終わったら、布団がさ、もうびちょびちょになるんだからな。でも湿気もすごいじゃない。でお寺で地下ね、だし。そうしてなんかこうガサガサすんなと思って、こんなでっかいもう金がね立ってるとか言って、勘弁してよですよ本当に。もうあれは本当すごかったよね。クーラーもないんだろうで枕元に雷落ちたよね一回雷って。枕元に雷落ちた。名古屋で。火花が飛んできて。火花飛んできて、わあ、雷落ちたとか言ってな、
死んだと思ってた。大騒ぎしてたよ。あれ面白かった。神の矢、目の前に落ちたんじゃないよ。多分あのそのそう電線のなんていうのこういうなんかあるじゃない変なボックスみたいなあってそこに雷が直撃してこう火花散ったから雷落ちたーとか言ってたあれ面白かったでも、うん、結構あるよね力石もそういういろんな、うん、本当に力石のあの武勇伝だけでまあ半年や1年話せるだろうねいろんなあれで、隣も神社だったんだよねあれね、そうそう月神寺の隣がね。でそこのなんかこう細いなんていうんだろうこう竹やぶみたいなとこ抜けるのがやっぱり怖いんだよね。なんか行って買ってこいとか言われるとそこ通らなきゃいけないとかあって嫌だな夜に。それとあと若い人のところからトイレって離れてたんですよ。でそのトイレに行くまでのもうなんて言うんだろうな部屋出た瞬間になんかお地蔵さんがねこう10個ぐらい立ってんのでろうそく立てておばあさんが朝さこうやってお祈りしてたらさもう背筋がもうゾワゾワゾワってしてねそうもうほんと怖かった。でなんか無縁仏とかが飾ってあるからしっかり無縁仏にかかってあってでだ先輩がさ無縁仏の中に入れるわけよ。入れて無縁仏でじっと朝までいないといけないとか無縁仏は中入ったら涼しいけどね、うん、涼しいけどな。いやでも怖いよ本当に。だから、うん、秋関もほら新十郎の時2階だったじゃない、うんうん、あのちょっと赤絨毯みたいなところの細い階段があってあれも相当怖かったけどね。いろんななんかでもテレビに見てる人はテレビじゃないYouTube で見てる人は分かんないだろ。そのそうだ、ね、ちゃんと喋れこの野郎って岩本とか言って。いやそういうのがいいんですよね、うん、そういうでも ああいうとこでこう生活してると痩せる。本当にな、うん、減量させたら最高だよな。いや本当にサウナだよね、うん、で若鷹が入ってさで全盛期の時にさその月神寺のお寺って稽古場があってそこバーってこう見れる1000人ぐらい見れるのかな大きいあの運動場みたいなとこ、うん、でそこに土俵を置いてやってその当時若鷹の全盛期の時に稽古場に月神寺の中に目いっぱい入れて3500人入った。1000人キャパで。1000人キャパでいっぱいなのに3500人。だからそれでそのお墓のとこに座ってみたりとか音楽かけたりとかしてでそれで高山っていうのがねそれで怪我したんですよ。そこんな とこで稽古できないとか言って、ね、途中で稽古やめて、親方やめて、で、俺らはラッキーと思って、結構優しくなったんだって。うん。それぐらい人が多かった。それからもう、だから、こう、出入り禁止になったな。うん。あれ、でもいろんなことあったな。うんうん、ほら、で、その後、松岡芳泉閣に移ったじゃない。松岡芳泉閣のさ、なんだっけね、大風呂になって、あれ、なんていうのあれ、銭湯じゃなくて、あの、温泉になってたよね。で、温泉になってたからさ、吉本さんがさ、うん、知ってるそれ。知らない。いや、なんかあの、よく覗いてるんですよ、みたいな、なんかあったんですよ。吉本さんって、床山の床高っていうお相撲さんなんですけどね、今、ね、今あの大野松さんのとこ行ってるけどね。でそれもなんかこうやって見ててそしたらその当時やっぱほらパンチパーマみたいなパーマかけてて同期生の島田もほら頭チリチリだったじゃん、うん、で風呂覗いててそしたら「いや困りますって大丈夫だから大丈夫だから」みたいなこと吉本さんが言ってで「いやお客さん本当困るんですよ」ってもうやめていただけないですかってそしたら親方が「お前誰だ風呂覗いてるやつは」みたいな話になって、うん、なんか頭
パーマ頭だった。しまだかってあ、そう、吉本さん知らんかしてたとか言って、うん、かわいそうだなみたいなの、まあ、いろいろありましたよね。本当だ、うん、これちょっと写してもらえる。相撲協会はこういうふうなお金の売買してると、将来は3人のうちの誰かに譲るっていう形になってるだろうね。